京都の方に世界を旅する YouTuber キッシーです。はい、10月13日からですインバウンドのお客さんに向けましたようないろんなプログラムをですね発売が開始になるとか言われております。キッシーの会社も2つほどですね提供させてもらってバーチャル滝行を反映した実際の京都でのリアルの滝行、それとマイバーピクノリさんの宴会場で宴会を楽しんでいただく、人力車に乗ってゲンマイコさんを横に座ってもらって、そして着物を着て、そしてマイコさんと一緒に美味しいご飯食べながら、そういうプログラム、これも2つですね。これもキッシーがいつもやってることですから、あとはご案内したらいいと思うんですけど、はい、そうなんで今日はですね、ちょっと天気も良かったんで万博公園行きました。ね、この万博ですね、この太陽の塔ですね、これ今後ろ側から見てます。前からの長い夢なんですね、ドリカムの大阪ラバーという中でも登場してまいります。それはまあ表の風景です。裏の風景ですね、こんな風になってるんですけど、こういうですね万博やるとこういった後々、遺産として残るこういうものも残りますんで、まあそれもいいんですけど、とりあえず来年ですね世界の皆さんが来ていただいて、そして日本のいいところをですね、体験そして見て変えてほしいというのが皆さんの思いです。はい、そういう意味でこの岸頑張ります。来年ですね皆さんお越しください。そしてキッシーと会いましょう。はい、それではこの女の子を見ていただいて、ね、ここはこれ緑の世界ですけども、今度の会場はですね、まあ、周りは海の世界です、ね、大阪湾ですね、大阪湾一望に見えます六甲山からですね、ざーっと見てですね、そういう眺めですんで、どうぞお楽しみください。それでは